三菱自動車が燃費試験の不正行為で緊急会見を開いています。燃費を実際よりもよく見せるために不正な操作が行われていたことが判明しました。また国内法規で定められたものと異なる試験方法が取られていたことも判明しました。お客様はじめすべてのステークホルダーの皆様に深くお詫び申し上げます。申し訳ございませんでした。三菱自動車は燃費の試験データについて実際よりも燃費をよく見せるため不正な操作を行っていたと発表しました。でこの不正な操作は意図的だったとしています。対象車種は2013年6月から生産している EK ワゴンや EK スペース、日産向けに生産したデイズ、デイズルークスで合計62万5000台に上るということです。